皆さんこんにちは。かつて演歌歌手の坂本冬美さんと元野球監督の星野仙一さんに再婚疑惑が出たのをご存知でしょうか。本当かどうかは別として、なぜそのような噂が出たのでしょうか。今回は坂本冬美さんにまつわる噂話の真相に迫ってみたいと思います。まずは坂本冬美さんのプロフィールを見ていきましょう。坂本冬美さんは1967年3月30日生まれ、和歌山県の出身です。坂本冬美さんは暴れ太鼓や夜桜おなななどのヒット曲を数多く持つロックテイストの演歌歌手として人気があります。そんな坂本冬美さんには結婚歴がありません。2023年の現在も独身を貫いています。遡ること2018年1月に亡くなった元野球監督の星野仙一さんとの関係が注目された時期がありました。坂本冬美さんと星野仙一さんの噂が週刊誌に書かれたのは2003年秋のことです。星野仙一さんは1997年に奥様を白血病で亡くしていますが、坂本冬美さんと再婚するのではないかというものでした。その再婚話が噂されたのはなぜでしょうか。真相を探ってみたいと思います。まず確実な証言として、星野仙一さんと東京六大学リーグ時代の同期であるジャーナリストの吉見武明さんは、本人は坂本冬美さんと会ったこともないと否定していましたと当時の報道を否定しています。そして坂本冬美さんも2022年3月放送の密会レストランで、歴代の彼氏について業界の人しか知らないと音楽関係者ばかりだったことを告白しています。つまり星野仙一さんは当てはまらないのです。そのため坂本冬美さんと星野仙一さんが再婚を考えるような関係にあったという噂は事実ではなく、いわゆるガセネタという認識で間違いないようです。坂本冬美さんは阪神タイガースのファンであることを公言しており、2002年のシーズンから星野仙一さんが同チームの監督を務めていた点から連想されたのでしょうか。ビッグネーム同士ということもあり、マスコミやファンの願望だったのかもしれません。会ったこともない人物と再婚を噂されるとは、有名人も大変だと言わざるを得ません。実は坂本冬美さんと星野仙一さんの噂話はこれだけでは終わりません。坂本冬美さんと星野仙一さんには再婚だけではなく、子供がいるというとんでもない噂まで飛び交っていました。病気療養で一時休業していた坂本冬美さんについて、実はカモフラージュであり、三重県で隠し子を出産していたのではないかと疑う内容です。坂本冬美さんは持病の膵炎が慢性化し、療養のため2002年4月に故郷へ戻っています。しかし出身地は三重県ではなく和歌山県です。まずそこが間違いです。帰郷したのは1997年に交通事故で父親を亡くし、失意の底にいた母親を励ますためでもありました。自身も父親が急逝した悲しみと母親を思う気持ちから、メンタルの不調に悩まされていたといいます。当時は歌手との決別と引退の覚悟を決め、断髪して休養に入ったことを明かしていました。情報がなかった療養期間中に重病説や死亡説など憶測が飛び交っていました。きっと1年に及んだ期間が人々の想像を膨らませてしまったのでしょう。挙句の果てには断髪していたことも別の意味に取られてしまったそうです。苦しい時に根も葉もない話を噂されたことは坂本冬美さんにとっても辛かったはずです。和歌山県の実家では母親からの励ましを受け、翌年に復帰し活動を始めました。現在は再び歌手として大活躍しています。坂本冬美さんと星野仙一さんの2人は週刊誌の報道を事実無根とし、星野仙一さんは激怒して法的措置を取るまでに発展しました。2人の恋愛ネタがなぜ取り上げられたのかについてはよく分かっていません。しかし実際のところは星野仙一さん曰く、坂本冬美さんとは一度も会ったこともなく、根も葉もない噂を報道されたと述べていたのは前述の通りです。ただその後の経過はどうなったのか公表されておらず、判明していないことから真相は闇のままとなっています。とは言ってもデマ情報であることは確かでしょう。ですが当時の状況を見ていくと、
どうも星野仙一さんの娘さんの情報と混同した可能性があるようです。坂本冬美さん個人に関しては、星野仙一さんとのスクープが出された時期に、ご自身の体調が優れずに虫垂炎や膵臓炎などの持病が悪化し、一時期芸能活動も休業していた時期でした。ところが、坂本冬美さんが三重県津市の病院で極秘出産し、子供は養子に出されたという噂が立ちましたが、星野仙一さんの娘は三重県津市の医師に嫁いで出産しているそうなので、ここから勘違いが生まれたとみて良さそうです。ところで、坂本冬美さんと大親友なのは藤あや子さんだというのは有名な話です。二人は徒歩1分の距離に暮らしており、朝食も一緒にとるほどの仲の良さだそうです。藤あや子さんは結婚と離婚を経験し、娘と孫もいます。料理も藤あや子さんが作っているようですから、ある意味坂本冬美さんのお母さんのようでもあります。二人がどれくらい仲がいいのかというエピソード集を見ていきたいと思います。お互いの合鍵を持っていることはもちろん、お互いをニックネームで呼び合っている坂本冬美さんと藤あや子さん。藤あや子さんは坂本冬美さんをマメちゃんと呼び、坂本冬美さんは藤あや子さんをマーちゃんと呼んでいるそうです。坂本冬美さんがマメちゃんなのは、坂本冬美さんがマメな性格だからと語る藤あや子さん。しかし、坂本冬美さんはごくごく普通で、藤あや子さんが大雑把すぎるのではないかという話もあるのだと言います。料理が得意な藤あや子さんの姿からはイメージできません。これ以外にも、一緒に旅行に行く、舞台でも手をつないで歩く、色違いやお揃いの衣装を着るなど、坂本冬美さんと藤あや子さんには様々なエピソードがたくさんあります。坂本冬美さんが病気療養している時も、藤あや子さんの存在が心の支えになったのではないでしょうか。そんな坂本冬美の大親友藤あや子さんは、2017年4月に二回り年齢が離れ、娘よりも年下だという一般男性と再婚しています。再婚後も坂本冬美さんとの関係性は変わらないようで、藤あや子さんのブログにはかなりの頻度でマメちゃんこと坂本冬美さんが登場しています。一緒に食事をしたりゴルフをしたりと、それまでと変わらぬ仲の良さが伝わってきます。坂本冬美さんと藤あや子さんは2012年9月に2人で特別公演を開いた際のインタビューで、お互いを真逆の性格だと感じていることを明かしています。藤あや子さん曰く、坂本冬美さんは真面目完璧主義者で、完璧にはできないところがあっても可愛いのだそうです。一方、藤あや子さん自身は努力はするんですけど、まあいいかっていうところがあると語っており、楽天的なタイプのようです。若い頃の坂本冬美さんは、食生活の乱れを心配した藤あや子さんに3日に1度ほどのペースで食事を作ってもらっていました。しかし、大親友の指南によって料理を覚え、今では自分でたくさんの品数を用意するほどに成長しました。違いを認め高め合っていける2人の関係が長続きしているのにも納得です。さて、2009年10月18日に坂本冬美さんの実弟坂本誠二さんや暴力団組員らを賭博害鳥釣りの容疑で逮捕したと報じました。坂本誠二さんはプロ野球の公式戦の勝敗を予想させる野球賭博を害鳥した疑いが持たれていました。坂本誠二さんは調べに対して、客を紹介しただけだと供述していたとのことです。姉の坂本冬美さんは、情けなく恥ずかしい気持ちでいっぱい、二度と過ちを犯さないよう家族全員で厳しく指導してまいりますと当時コメントしました。 NHK はご本人とは関係ないので番組出演に問題はないとコメントしていましたが、坂本冬美さんの NHK 紅白歌合戦への出場に影響が出るのではないかと懸念されていました。坂本誠二さんは坂本家三兄弟の三男で、インターネットショップ冬美商店の運営責任者を務めていました。ある年の大晦日に14年連続となる NHK 紅白歌合戦への出演が決定していた歌手の坂本冬美さんが突然休養宣言したのは、2001年12月19日のことでした。坂本冬美さんは翌2002年3月29日のコンサートで冒頭の言葉を残し、表舞台から消すことになったのです。とはいえ、人生に悔いはないとは穏やかでないことは確かです。
しかも本人が休養の理由を体調の万全ではない日が多く悩んでいた。心身ともにリフレッシュしたいとして多くを語らずでした。さらにはその時より6年前に2億5000万円で購入した3階建て豪邸を売却していたことが発覚したから大変です。結婚かはたまた最愛の父の突然の死による精神的ショックでの引退などなど、憶測が憶測を呼んだのです。坂本冬美さんは休業宣言後、前述の通り一旦郷里の和歌山県に帰りましたが、そこでも不穏な話が流布することになりました。1997年に急性膵炎で入院したことを引き合いに出され、一体誰が流したのか、重い膵臓がんのため余命3ヶ月で県立病院に入院、手当の甲斐もなく亡くなったなどというデマ情報が出たのです。芸能マスコミは念のため裏取りに奔走することになりますが、そもそもそのような事実はありませんので無意味に終わりました。しかしそんな噂をよそに、坂本冬美さんは和歌山での実家暮らしを満喫していたようで、実家を取材した民放局ディレクターによれば、お母さんによれば冬美は今ハワイに行っています。こっちでは老いや名の面倒を見たりゴルフしたりしてのんびりしていますよと。膵臓がんは完全なガセネタでしたね。火のないところにも煙は立つものだと当時取材をした記者は誰もが驚いたそうです。ところがそんな坂本冬美さんが騒動から1年半後の2003年3月7日に突然所属レコード会社での復帰会見に登場します。桜の絵柄をあしらった和服姿で登場した彼女は100人の報道陣を前に次のように語りました。デビュー10周年までは無我夢中でやってきたのですが、その後虫垂炎になったり父が亡くなったり、体力が落ち気力もコントロールできないくらいになって、それで自信がなくなり悪い方へと追い詰められていったと語り、精神的に追い詰められたことで声が出せなくなってしまったそうです。ちゃんと歌っていけるのだろうかと、正直最後の方は歌うのが怖くなってしまいましたと述べています。休業後もしばらくは自分の歌を聴いたり鼻歌で歌ったりすることもできなかったと心情を吐露したのです。しかし再び彼女がスポットライトを浴びる世界に戻したのも自分を追い詰めた歌だったのです。正直引退も考えました。でも私はやはり歌が好きだったんです。一部では演歌の世界にはありがちな話だよねとの見方はあったものの、わずかな休業での死亡説に改めてスターの証を痛感したのです。いかがだったでしょうか。今回は坂本冬美さんの私生活を中心に深掘りしてきました。坂本冬美さんが星野仙一さんの子を産んでいるのではないかということで調べてみましたが、全くのデマであるということが判明しました。いまだになぜ星野仙一さんと坂本冬美さんがなぜ噂になったのかが判明していません。今後真相がわかることはあるのでしょうか。あと坂本冬美さんは紅白歌合戦に33回目も出場していて、2022年で34回目を数えます。ベテラン歌手でさえすぐに切られる傾向にある現在において、出場回数を重ねる坂本冬美さんはレジェンドと言ってもいいかもしれません。坂本冬美さんの快進撃はまだまだ続くことでしょう。これからの坂本冬美さんの活躍にさらに注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。